ゃあ。もうね、テンションがすごいアゲアゲなんですよ。今日ちょっと台風で天気があんまりよろしくはないんですけれども、こういう日は自分からテンションを上げて、ちょっと落ち気味なみんなのテンションをこう上げていきたいと思います。はい、そういう役目を今日はします。お願いします。はい、頑張ります。水着がちゃんと着こなせるようにこう頑張ってピンクオーラ全開にしてきました。はい、ちょっと元気な感じで、イエイイエイ、はい、オッケー、はい、オッケー、かわいい、うん、かわいい、はい、はい、左側が悪くない。あ、せーイエーイ、かっこいいんだぜ、本当は俺かっこいいんだぜ、イケメンだぜ。私いつもこのゲームやってたんですよ。やってた。それに自分が出るっていうのはなんか不思議な感じなんですけど、まあ、なるべく多くの方に選んでいただけるような神告白をできればいいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ皆さんご紹介だけ、SK48 の木本香音さんです。よろしくお願いします。なんかそういうチャラチャラしたんじゃなくて自分は真面目なんだよっていう、うん、そういう体です。はい、はい、暑いっすね。よーい、スタート。カット。はい、カット。こっちに行って変なとかは止まって新たなところです。それも動きながらなんか笑える。もう一回だけ、はい、ああ多分良くなると思うんで、はい、イケメンだぜ。はい、じゃあお待たせしました。お待たせしました、はい、イケメンだぜ。あの子がかっこいいとか、でもあの子も好きだとか、みんないい加減すぎ。ゲームじゃないんだから。あなたはどうなの？こっち。カット。ありがとう。はい、ありがとう。はい、ここがOK。はい、ここがOKです。いやー、振られちゃいましたね。振られてなんかないし、振られてなんかないし。いやー、皆さん1どうですか？これが自然ですよね。眩しい。はい、カット。久しぶりに校庭に寝転がった。そうそう寝転がらないか。よし、ごめんよ。ごめんよ。あ、いいぞ。はい、寝ます。さあ、はい、
マジスカはこれで走れって言われます。いつも着ているようなのとはちょっと変わったセーラー服も着れたりだとか、あと私は演技をするのが好きなので、またいつもとは違うようなこういう感じの演技ができてすごい楽しかったので、あのゲーム買いたいと思いました。素直に現役中学3年生ということで、この学生らしさがすごい出てると思うので、今回こういう風に制服だったりとか、ちょっと私のツンデレなところも見えると思うので、皆さんぜひいつもの私とは違うような、でもちょっと似ているというか私なところを見てほしいです。恋愛経験が豊富じゃない私がすごい頑張って皆さんに気持ちを伝えているので、ぜひ受け取ってください。バイバイ。どうする？とりあえず会えないっていうのは寂しいじゃないですか。こう多分すごく会いたい気持ちが爆発してすごい悲しくなっちゃうと思うので、とりあえずその引っ越しすることを第一に考えて頑張ると思います。多分こう付き合ってたら、まあ、ある程度のことはこう自分の気持ちは伝えていかないといけないと思うので、そういうことはこう会ったりした時とか電話で聞いたりします。黙っときます。何もやらないと思いますね私は。でも別れた後とかだったらちょっとは言うかもしれないんですけど、その現在こう付き合ってる時だったら絶対に言わないですね。とりあえずメールは絶対送って、誕生日プレゼントでどっか遊びに行きたいですね。遊園地とかコース的に言うと、こう絶叫乗ってゆったりしたの乗ってまた絶叫乗ってみたいな、こういうこう差の激しいのがいいですね。はい。遊園地もいいんですけど、でも制服デートがしたいです。例えば学校終わりにそのまま遊びに行くとか、そういうのがやってみたいです。